皆さんこんにちは。日本語勉強のお手伝いをしている直子です。今日のビデオでは、私は日本のすごいなって思うところを5つ紹介したいと思います。今日は私がたくさん話すので、日本語のリスニングとして、見ていただければ嬉しいなと思います。そう、私は1年前からスペインに住んでいます。そうだから、日本を離れて1年間外国で生活して、改めていろんなことに気がつきました。そう、あ、ここ日本のいいところだな。これは納得した時や考えが思いついた時によく使うジェスチャーです。あ、ここ日本のいいところだなとか、あ、ここ海外の方が好きだなとか、そう、いろんなことに気がつきました。そう、今日は日本を離れて改めて感じた日本のいいところ、そしてすごいなって思うところを紹介します。じゃあ早速一つ目はトイレが綺麗なことです。もうね、本当に日本のトイレは綺麗だなって思います。そう、これはもうね、声を大にして言いたいです。そう、この声を大にするというのは、この声を大にする、大きくする、そう、この意味は何か考えとか意見とかをとても強く言いたい時に使います。そう、私はこの日本のトイレがとてもきれいということ、この意見をもう強く言いたいです。声を大にして言いたいです。そしてこのトイレがきれいということだけではなくて、他にもいいことがあります。トイレに座った時、このトイレに座る場所を便座と言います。便座、この便座が暖かくなる機能があります。え、暖かくなるって感じですよね。そう、これは寒い冬にとても役に立ちます。なんか寒い時トイレに座ると、この便座が冷たくて、あ、冷たいってなりませんか？そう、でもこの暖かくなる機能を使えば、寒い冬でもこう冷たくならずに、トイレに座ることができます。そう、この機能は必要ないという人もいると思うんですけど、この機能があるととても便利です。そして私は結構好きです、この機能が。そう、じゃあ次は、そう、すいません、私は話すのがちょっと苦手なので、もう書いてノートにまとめました。これをちょっと使いますね。じゃあ2つ目の日本のすごいなと思うところ、それは外食文化です。そう、外食というのは外で食べること、レストランとかカフェとかでご飯を食べることを外食すると言います。そう、私はこの日本の外食文化がすごいいいなと思いました。外食文化というか、なんだろう、日本はよく物価が高いと言われていますよね。そう、特に東京かな？東京の物価が高いと言われていますが、私は、え？絶対嘘でしょって思っています。なぜなら、日本のレストランとかカフェは本当に安いからです。日本でうどんとか、あとカツ丼とか牛丼を食べたいなって思ったら、300円くらいから食べることができます。で、味もちゃんと美味しいです。そう。そしてこのうどんとかカツ丼とかファストフード以外のおしゃれなカフェとかレストランでも、一人1000円から2000円くらいでご飯を食べることができます。
もちろん、なんかちょっと高い寿司とか天ぷらとかとても高いお店もたくさんあります。だけど基本的に安いお店が多いと思います。そして次に私がいいなと思うこの外食文化は、日本では一人で気軽にレストランに行くことができます。そう、この気軽にというのはあまり深く考えないで何か行動ができるという意味です。そう、例えば、気軽にレストランに行ける、これはそうあまり深く考えないでレストランに行ける。例えば今日の夜ご飯はレストランに行こうかな、でもお金ないしなとか、どうしよう、今日はレストランに行こうかな、っていうこの考えがいらないって。そう、なんかお腹が空いて、あ、レストラン行こう、こんな感じで気軽に一人でレストランに行くことができます。スペインではこのレストランで一人で食べている人があまりいないと思います。みんなカップルとか友達とか、あと家族と一緒にご飯を食べています。でも日本ではこのファミリーレストランとかファストフードのお店だったら一人でご飯を食べる人が結構多いと思います。そして本当に気軽に食べることができます。これが私がいいなと思う日本の外食の文化の一つです。じゃあ次は日本の好きなところ、日本のすごいなって思うところ3つ目です。それはお風呂です。お風呂、もうね、お風呂が本当に恋しいです。あー、お風呂入りたいって感じ。日本ではこのお風呂、バスルームにシャワーとそしてバスタブがあります。このバスタブのことを浴槽と言います、または湯船と言います。そして湯船に入ること、湯船に入ることを湯船に浸かると言います。そう、私は湯船に浸かることが大好きです。私にとって、そして多分多くの日本人にとって、この湯船に浸かるというのは体の汚れを落とすだけではなくてリラックスするためでもあります。そう、湯船に浸かるともう本当にって感じ、リラックスできます。そう、だから特に冬の寒い時に湯船に浸かりたくなります。そして日本のお風呂にはお湯を自動で入れてくれる機能があります。そう、そしてお湯を自動で温めてくれる機能もあります。ボタンをこう押すとお風呂のお湯が自動的に温まります。そう、この機能も本当にすごいなって思いました。はい、じゃあ次は、4つ目、私が日本のすごいなって思うこと4つ目です。それは文房具です。文房具、文房具というのは何か書くときに使う道具のことです。例えばペンとかノートとか。そう、日本の文房具は本当にすごいと思います。とにかく文房具の種類が多いです。もうね、文房具屋さんに行くとバーっていろんな商品がたくさん売られています。そして種類が多くて、そして機能がとてもいいです。機能がとてもいい、そして壊れにくくて、そしてとても便利なものが多いです。クオリティが高いなって思います。日本に旅行に行ったらぜひ文房具屋さんに行ってみてください。あとは本屋さんとか。そう、もうね、もうこのくらいの広さのところにペンがたくさん売っています。本当にびっくりすると思います。じゃあ次、最後5つ目です。5つ目の私が日本のすごいなって思うところ、そして好きなところは、
財布を落としても戻ってくることです。そう、これはもしかしたら聞いたことがある人もいるかもしれません。そう、日本では、ほとんどの場合財布とかあとは携帯電話をこの道に落としても大丈夫だと思います。そう、この落とされた携帯電話を見つけた人が警察がいる交番にこう届けに行きます。そう、これ落ちてましたよって。東京の警察、警視庁のホームページによると2021年東京では財布をなくしたと報告した数が277,604、そして財布を拾ったと報告した数が265,553。ということは約 95% の財布が戻ってきたということです。そう、あのこう盗まれることがあまりないと思います。そう、これは本当にすごいなと思うし、そして私の好きなところです。そう、あと例えばカフェとかあとレストランで、多くの日本人はトイレに行くとき財布とか携帯を机に置いてトイレに行きます。そう、ちょっとこれ本当だったら危ないですよね。もしかしたら誰かが盗むかもしれないけど、でも日本だと盗む人がそんなに多くいないので、安心して携帯を机に置いて、トイレに行くことができます。でももちろん悪い人もたくさんいるので、日本に旅行するときはこの安心しすぎないでくださいね。でもほとんどの場合は誰にも盗まれないと思います。はい、じゃあこの5つが私の日本の好きなところ、そして日本のすごいなって思うところでした。皆さんは日本についてどんなイメージがありますか？あと日本に行ったことがある人は日本の何がすごいなと思いましたか？そして何が好きでしたか？ぜひコメントで教えてください。本当に最後まで見てくれてありがとうございます。少しでも日本語勉強に役に立てれば嬉しいです。じゃあ本当に、いつも日本語勉強お疲れ様です。そしてありがとうございます。声を大にするとはどういう意味でしょうか？ A. 強く主張する、 B. たくさん話す。正解は A の強く主張するです。じゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。またね、バイバイ。